どうも、激辛ジョニーです。今日もみんなの心火をつけちゃうぞ。やってきましょう。はい、ということで一旦福岡を離れまして、今回ですね、熊本県熊本市にやってまいりました。なんとですね、こちらに激辛チャレンジメニューがあるということで、今回私やってまいりました。結構やばいらしいです。30分以内に麺とスープを全部完食すると、次回サービス券、何でもいい、お店のメニュー何でも無料になるっていうチャレンジメニューです。お話を聞いたところ、チャレンジした人30人に1人ぐらい完食できるぐらいの、まあ、レベルとかって言ってたんで、まあ、かなり激辛だと思うんで、頑張っていきたいかなと思います。それでは行きましょう。レッツゴー。熊本県熊本市にあるラーメン屋クーロン。濃厚な豚骨ラーメンが人気のラーメン屋。通常の倍の豚骨を使い、旨味を引き出しているのが特徴だ。今回はこちらの豚骨魚介ベースの激辛つけ麺にチャレンジ。30分以内に完食すれば無料サービス券がゲットできる。さあ、お手並み拝見。はい、ということで来ました。こちらがクーロンさんの激辛つけ麺ということで、こちら30分以内に完食すると、次回ね、なんか何でもサービス券ということで、はい、でもうなんかもう30分スタートしてるみたいなんで、もうスタートしてるんですけど、いただきます。さあ、クーロンさんの激辛つけ麺、お手並み拝見ですよ、ということで、じゃあね、ちょっとまずスープからいきましょう。いただきます。はい、じゃあちょっとスープ一口だけ。ジョロキアだ、強烈。ジョロキアのこの辛みの中に魚粉の香りが香ばしい。うん、豚バラ、卵で口の中入れそう。
ャレンジ中はなんかトイレ行ったり席立ったりするのをしたら失格らしいんで、はい、なんですけど、あ、これやばいよ、ものすごい破壊力だ。じゃあラスト、いきます。ごちそうさまでした。ああ、辛い辛い。完食しました。辛っ。完食しました。 OK ですかこれ。それでは辛さレベルの発表していきましょう、クーロンさんの激辛つけ麺辛さレベル、じゃらららら、じゃじゃん、辛さレベル9です。いやいや、文句なしの激辛ということで、これね、あの別に激辛つけ麺屋さんじゃないんで、普通のあの美味しい美味しいね、豚骨グッカイのつけ麺ありますね、それ人気みたいなんで、ぜひ食べてくださいなということで、無料サービス券ゲットしました。で、これね、視聴者プレゼントさせていただきます。先着1名様で、まあ、ハンドルネームでもいいし、まあ、実名でもいいんですけども、名前と日にちと大体の時間、このクーロンさんに行きますっていうのをツイッターの DM でください。ちょっとその段階を踏まないと、ちょっとこのサービス券、はい、お渡しできないので、ちょっと手間なんですけれども、もう1名決まっちゃったらもうその後はないのでね、それでよろしくお願いしますということで、これ視聴者プレゼントです。どうぞ使ってください。今回も行きましょうか。お便りコーナーということでね、ちょっとよくわからないコメントが来てるんで紹介していきたいと思います。ペンネームバー不良店長さん、食レポよりお便りが激辛おめでとうございますと。しっかりメニューも辛いですから、お便り以上に料理も激辛でございます。ペンネームいたしんさん、甘かったですか。ジョロニーさん、マロニーちゃんみたいに言うな。